やねん。お客様メリークリスマス。シャー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 、ハッシュメソリー、シャー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 、あったくさ。はい、好きなようにみんなコメントしやがって全部見えてんだからな。たくさ、はい、知らない。で長塚智人でーす。はい、長塚拓磨でーす。堀江翔です。うん、青春プレゼンツラーメン男子20杯目始まりました。イエイイエイ。あー、いつもどんな時も食べたいものといえば美味しいラーメン。そんなに美味しいラーメンを食べたいなら今から作って食べてしまおう。それがラーメン男子でーす。はいよー。毎月生と収録の2回の放送を予定しており、番組前半はどなたでもご視聴いただけます。はいよ。そして YouTube も期間限定で配信しています、はい。YouTube 公式生放送では番組前半のみお届けしています。やっ、はい。そして番組後半は会員限定放送となっており、誰だ誰だ、配布は1ヶ月税込み550円ですよろしくお願いします。誰だ誰だ誰だ。ご飯はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。皆さんおはこんばんち。だからちげえんだよ、知らねえだろう。何じゃかな。はい、番組の感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグの後にラーメン男子、そしてラーメンマンと書いてくださいね。ねえ、ちょっと待って何ふざけんなよ。誰がクワガタじゃ。クワガタなんでだよ。トナカイ、トナカイなの。虫キングおるぞ、虫キング。あれが昆虫王者じゃん。やめろ。王者じゃなくて昆虫王者。王者ね。なるほどね。はい、というわけで早速ゲストを呼びたいと思いますよ。い、今回のゲストは川西健吾さんです。お、あ、怖い、うるせえうるせえ。ドスキン、よいしょ、やれ、よいしょ。お、あ、どうもどうも、はい、どうもおはようございます。うるせえ、うるせえ、うるせえな、うるせえな。うん、プロデューサーの皆さん、今日のログインボーナス違うよ。もう来ないで、打ち合わせにないことしないでくださいよ。いやほら、そろそろこういう被り物してるからさ、みんな3がね、3がね。やむら、まずいですよ。ダメか、やむら、やべえ、ロゴくれ、すげえ嬉しい。そうそう、こんな真横でいつも聞いてるの聞けた。ロゴもやるからみんな毎日よろしくな。どうも、川西健吾です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで川西さん、今日は来てくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、というわけで今回クリスマス会、そして年内最後の放送ということになりまして、まあちょっとね、我々もクリスマスの装いと、まあね、虫の予想をしてるんだろう。マジでクワガタにしか見えなくなってきた。クワガタやんけ。何ねん。まあ本当にね、別にクリスマス感のある内容ではなく、普通にいつも通りのラーメン男子をやっていくという感じでございます。まあでもパスタだけどね。何、うん、なんかさ、でもさ、うん、今日さ、ラーメン男子のツイッター見てたらもう開き直ってたよ。なんかお相撲さんの、うん、にとって料理は全部ちゃんぽ、ちゃんぽ、なんだっけ、ちゃんこか、うん、ちゃんこっていうように、ラーメン男子の料理はなんか、うん、全てラーメンなの。そう。あ、そうなんだ。だからもう、あ、僕らが作ったら全部ラーメンになるんだ。だから今日のやつももうなんかラーメンになるんだって。そうそうそう、あ、そうなんだ。だからラーメン男子の中ではもうどんな食べ物でもラーメンと言っていこうということで、ね、うんうん、なるほど、ちゃんこ的なね、うん、そうなんです、はい、わかりました。なんか最悪カレーでもラーメンになりますみたいなこと言って、あ、そうなんだ。まあ幅広くやっていこうということなのかなっていう感じでございます。じゃあ今日もラーメン食べます。食べよう。まあただですね、今日パスタなんですけど、まあラーメンなんですけど、はいはい、川西さんはかなりのラーメン好きということで。ラーメン大好きですよ、本当に。どれくらい食べてるんですか。いや、もう週に7回ぐらい。週 7! ごめん、持ったわ、持った。いや、でもそれぐらい、それぐらいの気持ちってことですよね。うんうんうん、いや、もう大好きです、ラーメン。いや、素晴らしい。いや、すごい。いや、もう本当にこれラーメン男子なんですけど、はいはい、この2人別にそんなラーメン好きじゃない。いやいや、僕らが食べるの全部、全部ラーメンだって僕らが食べてるのは。そうかそうか、うん、プライベートで。我々結構ラーメン好きだよ。そうだよ。だってさ、昨日も、ほんとどってる。昨日もおとといも食べたかな。そうだよ、俺も夢の中で食べたかな。今日も朝昼食べたかな。この2人抜いてさ、2人でやればさ、あ、うちのギャラとか賄えると思う。いや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 、マジですか。あ、本当のラーメン男子始めちゃいます。そうそうそう、確かに。新ラーメン男子ね。新、なんで提案すんの。僕ら二人でじゃあひらがなラーメン男子やるから。あ、いいね。あれ、あ、それいいね。なんか雰囲気が、ひらがなラーメン男子、ね、やるか。、
か。はい、というわけでですね、そうなんです、聞きたいんですけれども、まあ、やってみてか。もう終わったんだよ、その時代は。もういいんだよ、帰ってこいよ。その川西さんはラーメンの中で何が好きなのかっていうのをちょっとね、はい、暑いな、はい、なと思って、ちょっとクーラーつけてほしいって感じだな。なんかそうですね、わがままだね。結構まあ何でも食べるんですけど、うるせえな、お前らうるせえな、お前らイチャイチャしないで別室行ってこいよ。ちょっと行くか、別室嬉しい、川西ちゃんが行ってくる。C のラーメン男子はもうお足りて言われてましたよ、あなたから。せやな、僕ら偽物のラーメン男子ですよ、所詮は。じゃねえんだよ。みんなでやろうぜ。みんなでやりましょう。やりましょう。やろう、みんなで。うん、何ラーメンの味？ラーメンの話を。はい、そうですね。まあ何でも食べるんですけど、はい、まあまあ一番好きなのは塩ラーメン。お、僕が大好きですね。塩ラーメン。はい。そういうな感じがしますけど、うん。なんで塩ラーメンが好きなんですか？あのね、うん、そのルーツを思い出すと何だろうって考えたら、うんうん、昔屋台を引っ張ってるおじちゃんがいたんですよ、僕の地元には。そうなんだ。でチャルメラが鳴って、あ、来た来た来たっつって、はい、あのラーメン頼ん で、はい、でなんかその今は全然食べられるんだけど、チャーシュー嫌いで、その当時、おじちゃんのチャーシュー抜きでっつって、分かった分かった分かってるよっつって、はい、チャーシュー抜きのラーメン出してもらって、もう分かっとるような。そう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 、いいな。その方が作ってたのが塩ラーメンだった、確か塩ラーメンだった、めちゃくちゃ素敵なエピソードじゃないですか、ね、そう。じゃあ塩ラーメン食べるたんびにあの頃のことを、屋台をちょっと思い出す感じで。別にそこはそうなの、そこは別に。え、でもなんか懐かしい味、あの時のちょっと屋台の味に似てるなみたいな塩ラーメンとか。あ、ないね。ないんです。はい、なかったんです。ただのラーメン売ってるおっちゃんとか特に思い出もなかった。そんぐらいの認識だったのかもしれない。でも屋台で塩ラーメンってなんか珍しいですね。なんか醤油ラーメンとか豚骨ラーメンのイメージが。確かに確かにありますね。珍しい。豚骨があんまない。東京に なくないですか。いや、相当数は少ないと思うけど。そうだね、少ない。うん、今見つけたら絶対頼むわ。いや、行っちゃうね。行っちゃうよね。うん、ちょっとおでん屋さんはね、お酒飲まなきゃいけない空気感あるからちょっとちょっと入れないんだよね。そうね、うん、ラーメンならいける。うん、あ、いいね、飲まなくてもね。うん、むしろ締めとかでね、うん、そういう場所に行く方が多いかなと思いますけど。いいね、なんかトッピングとかで、はいはい、これは入れたいとか、まあ、逆に絶対入れないみたいなのって。そうですね。まあでも味玉は絶対入れたいかな。味玉ね。味玉。そうそうそう。あれですか、もともと入ってても追加しちゃうタイプぐらい好きってことですか。なかったら追加するぐらい。ああ、なるほどなるほど。うん、じゃあ逆にそんなにトッピング入れる派ではないってことですかね。そうですね。まあもともと入ってる段階でもうなんかもう完成されてるから、うんうんうん、まあね、そこにまあ、あったら頼もうかなぐらいで。なるほどなるほど。本当にじゃあ2の食べ方をされるんですね。うん、そうかもしれない。新ラーメン男子だからね。新我々の初戦2000年ですから。ひらがなラーメン男子だから。僕もそんなトッピング入れない人なんで。あ、そうなんだ。やっぱこう新組はトッピングはそんなに入れない。ね、これは全部ニンニク入れるもんね。塩ラーメンにもニンニク入れるもんね。そうですよ、次収録あろうが何だろうが入れますから ね。いや、前からね、何があってもニンニク美味しい。美味しいっすわ。全てのラーメンにニンニクの味をさせる。マジで、そんな塩ラーメンのニンニクってあんま想像できなくて、あんま聞かないけど、ね、逆にちょっと気になるけどね。美味しいで、旨味がありそうな気はしますけど、はい、はい、というわけで、まあ、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。迷惑って書かれちゃったそれでは、メールがたくさん来ているので読んでいきましょう。今回募集したメールテーマは、前回放送19杯目の感想と、川西健吾さんのイケメンなところでございます、はい、まあ、最初ね、ちょっと前回放送19杯目の感想をちょっと、はい、読んでいただいて、はい、メンネーム、ノエルさんからいただきました。ありがとうございます。ノエルさん、ますだね、名前が。高塚さん、長塚さん、堀さん、ゲストの川西さん、こんばんは。こんばんは。前回放送19杯目、ごちそうさまでした。放送後初めてチャルメラを食べました。あっさりとした味付けのホタテスープに、細すぎず太すぎずのちょうどいい麺、うん、醤油派の私にはもってこいのラーメンでした、うん。私事ではありますが、先日志望先から内定をいただき、就職先が決定しました。おめでとう頑張れよ。今は以前高塚さんと堀江さんがお話ししていた秘書検定の取得に向けて勉強しています。嘘、どんな辛い時でも笑わせてくれるラーメン男子には感謝しかありません。本当にありがとうございます。ラーメン男子で内定決まる説、割とあるのではないかと思います。いやー、それな。素晴らしい。やっぱりなんていうの、俺たちのソウルが伝わるっていうか、ソウルが伝わるっていうかね、やっぱね、なんかね、受験がある時はね、やっぱラーメン男子見たらいいんじゃないですか。本当にそう、うん、何かね、受かりたい時にラーメン男子でぜひ行ってやりたいな。噛んじゃったやん。キャン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 。秘書検定ね、なんだっけ、シュンがなんかかっこいいからつって、はい、
一時期、うん、本当に撮るつもりで本とかも買っちゃったんですけど、2、3ページ以降開いてないですね。何秘書検定って何ができたらあれなの、何金髪でこうギュッて絞って眼鏡かけてこうちょっとチュルチュルチュルって、あ、いいね、こうそれ羊じゃない、人じゃないよね、完全に羊だよそれ。そうかな、うん、いやいや、もうなんか秘書のお姉さんって言ったらなんかさ、こうすごいタイトのスカート入ってる、あとスリット入ってるやつでしょ、スリット入ってる、あ、いいね、あ、最高、黒いやつか、うん、黒いタイトスカートね、金髪で縛っててほしい、できる女感出して。もう本当に全然関係ない話するんだけどさ、うん、2008年に出されたアリプロジェクトのアルバムで金書っていうアルバムがあるんですけど、うん、そのジャケットのアリカ様がマジでその格好されてる、そうなの、そうなんだ、セクシーだね、それはちょっと見てみたいです、ちょっとね、金賞で検索してほしいんですけど、本当にアリカ様が本当にエロいの、いやそうだね、頼む、うん、本当お願い、何のお願い、何のお願い、急に不況始めないでくれ、頼む、よろしくって、なるほどなるほど、アリカ様ね、みんな知ってるんじゃないかな、はいはいはい、金賞、秘書ってかけてるところかな、そういうわけではないという方でね、はい、もう一通だね、なんで、あ、もう一通読む、もう一通いきますね、はい、じゃあ、どれにしようかな、じゃあ普通歌読もうかな、はい、はい、メンネームみーまるさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、坂塚さん、長塚さん、堀江さん、川西さん、こんばんは、こんばんは、毎回楽しく拝見しています、うん、今回実食する青の洞窟のサイトを見たら、うん、素敵なイルミネーションのお写真がありました、うん、イルミネーションといえばクリスマスですが、うん、皆さんは素敵なご予定がありますか、ねえよ、うん、私は仕事以外の予定もなく今年も寂しく迎えそうです、そのことです、うん、仕事だぜ、お、ありがたいことじゃない、ありがたいことですよ、本当それなんですよ、ありがたいことですよ、もう僕はスマホのアプリゲームに逃げますよまだわかんないでしょ、だって1日前に来たりするかもしれないから、ね、うん、そしたら横浜中華街行こうよ、あ、行くか、おい、あの最近あの相鉄っていうんですか、うん、があの開通して、うん、あの横浜から先も行けるようになったんですよ、うんうんうん、それに乗ってどこまでも行こうよ、どこまでも行くか、ちょっとクリスマスから逃避行しようか、しよどこ行ったってクリスマスはクリスマスな、やろあ、ありがとうございました、じゃあ続きましてこちら、はい、毎回恒例なんですけれども、恒例の川西健吾さんのイケメンなところをご自身で読んでいただきたいと、はい、お願いします、今回もですね6000億通いただきました、6000億通、はい、6000億通ですね、いやすごいな、全宇宙から来ましたよ、各宇宙、うん、星から、たくさんのメールがやってまいりました、ね、ありがとうございます、うん、本当に今回その厳選したメールちょっと読んでいただきます、はい、じゃあ読ませていただきますね、はい、メンネームレモンラーメンさんよりいただきました、ありがとうございます、高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストの管理さん、こんばんは、こんばんは、いつもラーメン男子楽しく拝見させていただいてます、ありがとうございます、私が思う川西さんのイケメンなところは艶のある声といろんな役をこなせる役幅の広さです、うん、可愛い女の子の役から熱血感の男性までキャラが被ることなく演じられていて、うん、毎度驚かされることが多いです、うん、また色が白く肌が綺麗で30代に見えないところもギャップ萌えします、はい、そしてスイーツやビビアンが好きななど女子以上に女子力が高いところもポイント高いですと、ビビアン好きなんだ、これからもおすすめスイーツを紹介してほしいですと、すごい、ありがとうございます、スイーツがお好きなんですか、甘いもの大好きですね、特にこれが好きっていうのはあるんですか、まあ、なんかちょっとミーハーなんですけど、うん、ツイッターとかでたまに回ってくるじゃないですか、あ、フォローしてる僕も、今話題のスイーツみたいな、うん、そうなんです、そうなんです、僕もフォローしてます、ヨークングルメみたいな、ちょっとあるね、ある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 、ああいうのもあるけど、最近ですとね、あの明日かな、明日の銀座かどっかにオープンする、うん、ベンキーって名前だったかな、なんかチョコレートのお店なんですよ、あ、そうなんだ、そう、そこがあのジェラートも出してて、ジェラート、そうだからチョコレートのジェラートが美味しそうだな、めっちゃ美味しそう、ついていきますそれ全部ついてくるね、明日空いてたら行こう、明日空いてたら行こう、へえ、絶対濃厚系じゃないですか、美味しそう、ちょっと美味しそうなんですよ、いや冬のジェラートいいですよね、いやそれな、震えて食べるアイスうまいよな、震えてちょっとわかんないかな、本当には食わないんじゃない、暖かい部屋で食べるアイスは美味しいけど、それもいいよね、震えて食べるアイスはちょっとわかんないかもしれないちょっと違った、あ、そうかそうか、怖いかも、頑張ってついていこうとしたんやけどでもそうですね、あとビビアンお好きなんですよね、ビビアン大好きなんです、そうなんですね、僕知ってました、うん、結構ネックレスとかもされてたり、新作チェックされてたりして、そうですか、小物系が僕大好きで、特にビビアンは、じゃあ小物、そうなんです、そうなんだ、そうなんです、今日もつけてませんでした、
っちゃいますこれ。あ、つけてるんです今日も。よいしょ。がいいんですか、ちょっと見せていただいても。いいんですか、すげえ、なんか、あ、ほんまや、青いの入ってる。かっこいい。そうなんです、この間出た限定のモデルです。そうなんだ、はい、めっちゃ好きじゃないですか。めっちゃ大好きな。5000万円くらいしそう。5000万しないよな。かっこいいっすね。綺麗。いやでもそうなんですよね、川西さん結構こう現場のでいらっしゃる時とかも、はいはい、まあ、おしゃれな靴とかもなんか履いてて。ああ、でもあれは桜井さん発信というか。あ、そうなんですか。そうそう、ダンスコっていうところなんですけど、結構いろんな方履いてらっしゃいますけどね、信長くんとか。あ、そうなんですね。結構いろんな方履いてらっしゃいますね。へえ、いやいやいや、でも本当にかっこいい。ダンスコスコスコちょっと違う、一気に安っぽくなるから。え、ちょっとじゃあオタクが頑張ってファッションについてるやめえよ。もう一つなんか読んでいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。みんなところ行きましょうか。はい、メンネームジャージの神様よりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャージの神様、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。川西さんのイケメンなところといえばズバリ一人ラーメンをされるところです。多くの世間の方々が、あ、マリマルくん、マルマルちゃんとラーメン、ビミーと書いて仲良しな友達との写真をツイートされる中、うん、川西さんはただ、うん、店の名前の何々なラーメンとだけ記載して、うん、ラーメン単体の写真をツイッターにアップされるのです。ガチなラーメンボットみたいな。すごいですね。すごい、うん、松重豊さんも驚きな、まさに孤独のグルメ、しかもどのお店もラーメン好きの間では知られてるお店ばかり、ラーメン声優を名乗っても過言ではないのかも。カニさんのラーメン愛がイケメンすぎますと。なるほど、うん、結構グルーメンに。いや本当ですね、そう考えると、うん、検索されてるとか、うん、結構僕、まあ、小物系こうビビアンは買いますけど、うん、基本本当服とかあんま買わないので、うん、どちらかといえば食にお金を使うことの方が、そうなんだ、多いかもしれないですね。結構お店とかにも詳しいですもんね。まあそれこそ本当、まあさっき言ったみたいにツイッターで見たりとか、うん、あとなんかこれ食べたいなと思ったら適当にバーって調べてみて、あ、なんかここ良さげだなと思ったらそこに行ってみたりとか。いや、めっちゃいい。だってこの前2人で行った焼肉屋さんとかも。やめろやめろ、2人でとか言うな。あ、ごめん、やめろ、ちょっと惜しいですよ。何やめろ、そうしてもらっちゃったのって。やめろ2人でって、もうほら、あいつもあいつもいただろ。そっか、あいつも。なんのそれ。でも僕知らないところだったんですけど、すっごく美味しかったです。焼肉、そうなんだ、そうなんだ。どうやって調べるんですか、そういうのって。一切れ8万、まあ、一切れ8万はさすがにない。金粉乗ってた。金粉乗って、まあ、ウニは乗ってた、乗ってましたね。マジっすか。ウニは乗ってましたね。ジャシーみたいな。よろしくお願いします。ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。これでラーメン男子のお金でいきましょう。おおお、はい、というわけで、はい、まあ、そんな感じになりますかね。はい、はい、というわけで、はい、たくさんのメール本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、お待たせしました、ラーメン男子本日のラーメンを紹介します、うんうん、本日のラーメンはこちら、でれー、日清フーズ、うん、青の洞窟よー、日清フーズさんの、はい、こちらでございます。今回は麺は麺でもスパゲティとなります、うん、美味しいスパゲティソースは世の中にたくさんありますが、この青の洞窟はその中でもかなりね、まあ、存じ上げてる方もみんな多いと思いますけれども、うん、美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいよ。もう本当に好き。パスタといえばここって感じ、ね、そうそうそう、絶対みんなこのパッケージ見たことある、ね、絶対あるね、うん、はい、それでは早速ね、青の洞窟を食べていきたいと思いますが、うん、洞窟読めてるってコメントで書かれてる。そうだよ、使ったの偉い。洞窟読めて偉い。偉いね。すごい、確認したから今回はね。そうか、確認してた、ね、じゃあ洞窟とかこういうなんかゲームとかに出てきそうな言葉は大体知ってるの、うん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 、そうだそうそう。だから三国無双に出てくる結構難しい漢字とかも、無双に出てきてたら知ってるみたいな。なるほど、ね、RPG 大体洞窟だからな。洞窟絶対出てくるから、うん、アリプロで難しい漢字覚えるみたいな感じ。そういう感じか、ね、はい、というね、早速青の洞窟を食べていきたいと思いますが、その前に、はい、青の洞窟をより美味しくいただくために、青の洞窟を生み出した日清フーズさんについて学んでいきましょう、うん、堀江くんよろしく。わかりました、うん、日清フーズを含む日清製品グループ、その日清製粉グループの前身になる、うん、おや、僕は今何かおかしいことを言いました。製粉もなんか製品みたいなこと言うね。日清製品グループ、なんです。日清フーズを含む日清製粉グループ、その日清製粉グループの前身になる館林製粉株式会社は1900年
今の群馬県館林市に設立されました。1907年横浜にあった日清製粉株式会社を吸収合併、うん、今の日清製粉株式会社が生まれました、うん、小麦粉の製粉をメインに事業を展開、横浜、ね、1962年に日清フーズが設立されました。小麦粉ブランド日清フラワー、日清唐揚げ粉、スパゲティの代名詞ともなっているママー、ママーだよ、そして、うん、パスタソースとさまざまな商品を開発、うん、販売しています、うん、消費者の皆様に安全と安心をお届けする、うん、これが日清製粉、日清フーズの願いです、うん、原料から品質管理、衛生管理、そして社員教育とスタートからお客様の元まできちんとした品質のものを届け、お召し上がりいただく、その品質保証活動を日々続けています、はい、今日はそんな日清フーズさんの青の洞窟を美味しくいただきましょう、うん、あ、声優を目指してるクワガタとかふざけんな声のいい、ね、何だよ声のいいクワガタふざけんなよいい声で泣くなんてクワガタおもちゃにすんじゃねえあ面白い、あ許さねえかんな、怒ったかんな、虫界で一番のイケボだムカつく、はい、うん、はい、というわけで、はい、あ次中にゃんか、はい、また現在東京渋谷の代々木公園では青の洞窟渋谷というイルミネーションイベントが開催中です、うん、こちらのイベントには日清フーズさんが特別協賛していて、現地に特設店舗青の洞窟ブルーパークスを出店しています。こちらの店舗では青の洞窟を使用したメニューを販売しております。また青の洞窟渋谷では土日限定で青の洞窟の Facebook や Instagram をフォローしていただいた方にパスタソースのプレゼントキャンペーンを実施中です。青の洞窟渋谷は12月31日年末ですねまで開催中です。素敵なクリスマスにちょっと覗いてみませんか。でもカップル多そうだけどな、どうなんだろうな。どうだろうけど、でもなソースもらえるからな可愛いんだよな、うん、一応さっき多分公式サイトを見た時にそのイルミネーションを見たって方いましたけど、うん、そうですね、これのことなんですね。そうそうそう、いやそれ知らなかったですね、僕は知らなかった、うん、そんな、ね、代々木公園でやってるんだって、ねえ、うん、すごいね、気軽に見に行けそうなんで、ね、いいの、ただで、いいんです、太っ腹、いいんですいはい、というわけで日清フーズなんだよな、さんをまあね、ちょっと詳しくなったところで、うん、早速作っていきましょう、はい、行きましょう、あちらに移動です。わかりました。シャン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 よいしょ、さて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 、今回はね、だって茹でる時間がちょっとやっぱ、うん、重要になってきますから、ね、長いですから、そうですね、わあ、ちゃんとしてる、そう、これがね、これがあるから、ね、今日ねスタジオが暑いんですよ、暖かいんですよ、うん、それでは、はい、はい、本日の役割分担を発表する、はい、ちょっと江口拓也っぽいメインゆで係小西健吾さん、はい、青の洞窟係中塚、そして堀江、はい、無理ですなんでだ、僕には無理です、だって茹でたことなんてないんですよ。おゆう、はい、一緒にここまで頑張ってきただろ、クワガタにもなれただろ、はい、クワガタになれたお前なら青の洞窟もできる、はい、ゆうさん、はい、よく言った、はい、お前たちは最高のパートナーだ、ありがとうございます、ありがとうございます、これからの活躍期待している、はい、はい、それでは作戦開始、作戦開始、イエスは、はい、すいません、かわいさん、これちょっと毎回恒例で、なるほどね、オッケーオッケー、慣れた慣れた、なんだっけ、メイン係が川西さんなので、はい、じゃあ麺を早速渡していきます。あ、ここにありますよ、うん、何分ですか、6分、6分パスタとか作られます、パスタ作りますよ、料理すごいうまそうなイメージが、あ、でもなんかね、こういうトマト系とかは、うん、もうめんどくさいからソース買っちゃうんですけど、ペペロンチーノはもう自分でやります、ね、嘘、すげえ、そうなんです、そうなんです、ペペロンこっちに、こっちに、はい、これは4人分入れればいいと、はい、なるほど、わかりました、これ入れるんですか、これはソースを湯煎する、なるほど、なるほど、あ、そういうことか、ペペロンチーノ作るんですか、そうなんです、ペペロンチーノって何入れたらペペロンチーノになるんですか、確かにそれもよくわからん、いや、あれはね、ありがとうございます、ありがとうございます、認識しかない、なんかうまいっていう、あれは油
油ともう塩とニンニクと唐辛子だけっていう、うん、なんか乳化させるんですよね、そう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 、うん、簡単だけど奥が深いんですよ、うん、YouTube とかにねすごい作り方本当ですか、うん、そうそうそう、ちょっとじゃあやっぱりこれはお宅に行っちゃう味を選ぼうぜ、そうですか、いっぱいソースあるからこれ皆さん知ってました、はい、この種類の多さ知らんかった、ね、もうね持ちきれないんですけど、こんな出てんだね、かなりの数あるんですよ、じゃあまず川西さんから、うん、なんか好きなの、うん、あいいんですか、はい、なんかいっぱいある、何にしよう、はいはいはい、黒胡椒とチーズ、黒胡椒とチーズ、粉末タイプのものもあるらしいですね、これは湯煎しないタイプですね、うんうん、でも湯煎したい、湯煎したい、大丈夫なのかなどうなんでしょう、うん、多分これでも湯煎しなくていい、そうそうそう、うん、でも湯煎したい、でも湯煎したいちょっとクリーミーボロネーゼ、うん、で普通のボロネーゼもございます、ボロネーゼ、ボンゴレビアン、ボンゴレもあるし、エビとホタテのトマトクリー ム、で一緒の、はい、カルボナーラ、カルボナーラ、カルボナーラって感じですかね、なるほどなるほど、はい、全7種類、すごいですね、何がいいかな、じゃあ私ボロネーゼにします。ノーマルボロネーゼ。あとで一口ください。狙った。いいよいいよ。じゃあこれにします。はい、じゃあみんなまとめて入れた方が、ね、確かに、うん、いいのか。俺さこれ食ってみたいんだけどさ、このレモンバターのソースって。レモンバター。ああ。俺これ初めて見たんで、うん、ちょっとこれ行ってみていいですか。じゃあ高塚それで。はい、待って待って選べないよ。めちゃくちゃうまそう。遅いんだなこういう時より。どうしよう。全然選べないよ。遅いね。あよ選べ。あよ選べよ。メニュー選ぶの本当遅いんだよ。本当だよ。ごめんね。いいよいいよ。とゆっくりお選び。じゃあ僕、うん、これにする。お胡椒大丈夫？舐めてもらっちゃ困るぜ。大丈夫だった。いける？うん、じゃあこのね、はい、こっちのタイプの、うん、湯煎しないタイプの。え、はいはいはい、俺これ2つ入れよ。いやいや濃くなるぞ、やめとけやめとけ、うん、本当、じゃあ最後の中には僕はね、あれがいいかな、トマトのやつ、よいしょ、これエビとホタテのトマトクリームにします。あーいいね、一口くれよ。あなたホタテ大丈夫？あ、ホタテは無理、ホタテ無理なんじゃあ早速ね、なんかクリスマス感あるでしょ、あーなるほどね、エビとホタテのトマト、確かに、うん、これにします。ではでは、じゃあその湯煎が必要な2つを、はい、これ温めて、それはいらない、はい、これはいらん、うん、これどうやって作るんだろう、じゃあちょっと川西さんの分も入れますね。それもう会えるだけでしょ。会えるだけですね。行くよ。はい、どうぞ。トカ！気をつけろ。トカ！トカ！トカ完了！よーし、よかった。ありがとうございます。はい、待機！はい、はい。はい。本当に待機だけなんですよね。そうなんですよね。あ、メール読む？メール持ってこっかな。あ、お願いします。お願いします。さすがだぜ、長庭さん。お願いします。ちなみに皆さん、この青の洞窟さんでこう好きな味どれですかとかってあったりします？選べないよ。メンネームサリーさんからいただきました。交差してんじゃん。高塚さん、中瀬さん、堀江さん、ゲストの川西さん、こんばんラーメン、こんばんラーメン、今回はラーメンではなくパスタ、青の洞窟を食されるということですが、皆さんの好きなパスタをお聞きしたいです。はい、私はツイッターでバズっていたのをきっかけに、カッチョエペペという粉チーズと黒胡椒のみのパスタが好きで、これじゃん、これじゃん、え、これじゃないの、そうだね、あれ、うん、これじゃん、よく作っています。材料も少なく、チーズと黒胡椒が大好きな私にとっては最高のパスタです。やっぱ時代はカッチョエペペなんだよな。カッチョエペペ、カッチョエペペ、カッチョエペペ。でもすごいみんなね、バラバラやっぱり、そうだね、好きなのが結構こうパスタってやっぱ分かれるよね。なんかこれが人気っていうのもあるけどさ、うんね、アラビアタとか美味しいよね。いいね、うん、アラビアタってどんなの？あのちょっと辛いトマトソースが、うん、ちょっと俺汗かいちゃうの。そうね、もうアラビアタでダメか。さあ茹で具合はどんな感じでしょうか？まだちょっと硬いかな、6分だからね、うん、ちょっとね、うん、パスタは。カニさん好きなパスタとかあります？そうだな、うん、でも僕子供舌なんで、 あんまりこうクリーム系っていうよりは、うん、トマト系の、あ、やっぱトマト系、うん、ミートソースとかの方が全然、うん、あ、一緒ですわ。いや、味覚合いますね。チーズソース選んでんじゃねえ。何でも乗っかってくな。違うんだって。なんだよ、一緒に食べに行きたいんよ。それで合わせておけば、じゃあ一緒に行くってなるから。そうそうそう、なるほどね。心ここにある。あと明太子も美味しいよね。明太子な、うん、明太子美味しい。パスタとかね、明太子ってやっぱさあ日本にしかないのかね、うん、なんかどうなんだろうあれって、うん、そんなことはないんじゃない、うん、なりそうな感じするけど、タラコスパゲッティとか大好きでしたね俺。
大好きだった。子供の頃やたら好きだった。あと、うわ、わかる。あのさ、スパオだっけ。ああ、あったね。昔、今もあんのかわかんないけど。なんかあったね。あの、いわゆるインスタントのパスタ、お湯入れて、なんやかんやするやつの、明太子があって、あれもほんと好きだった。あれ食べながらさ、暴れん坊将軍見てたんですよ、私、小学校の頃。そうですか。小学校で暴れん坊将軍見てたんだ。見とったんや。すげえ時代だな。お尻にやっとってん。あれ、これなんで開いてんの？え、これもしかして2個入ってんの？あ、うん、2人前入ってるんだ。そうそうそう、すげえ。こっちのパックはだって1、2枚だもんね。そうだね。へえー、うん、そうなんだ。そうですよ。じゃちょっとお皿をね、はい、4つ分けて。はい。ああ。じゃあちょっとチェックしてもらっていいですか？時間的にはなんかそろそろ時間になる。おい、どうした急に。おい、どうした急に。すごい。気をつけてくださいね。どうですか？まだちょっと。まだ硬い。硬い。うん、じゃあもう一つメリオンもう一ついきますね。ちょっと。どうぞ。シャ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 。まだちょっとパキパキ。うん。芯がね、ありますけれども。よっ。インスタント麺はね、ちょっと硬くてもいいけど。麺ネーム、りょんちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高塚さん、中塚さん、堀井さん、そしてゲストの川西さん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。今日も生放送お疲れ様です。前回放送のチャルメラ、私も放送を見ながら食べました。昔ながらの中華そばという感じで、小さい頃近所に来ていたラーメンの移動販売を思い出し、なんだか懐かしい気持ちになりました。階段ではチャルメラの音楽に合わせていろんなお題でトークされていましたが、高塚さんのクラスに一人休み時間ずっとヘアスプレーしているやついるという学生時代あるある、私の学校にもクラスに一人はいたのでめちゃくちゃ共感しました。やったぜ。ね、なんか僕らの中ではいなかったよみたいな感じになってたけど、うん、いるよね。いる、ずっと休み時間間の15分休みずっと。いや、かっこ悪い。なんか嫌じゃない、そういう人。普通は募集されるんですけどね。カニさんの学校いました、そういう。いや、いなかったかな。やっぱいないよな。募集されますよ、ね、校則で禁止されてるはずなんですけど、ね、そっか、偏差値低かったからかな。やめてよね、ローテンだもんね。そうだよな、ジャングルって言われてた。そうね、ジャングルに、ジャングルって言われてたから。ジャングルから育ったんだ。そう、ジャングル育ちなんです。すごいね、よくここまで来れた。逆にすごいでしょ、そう考えると。すごいね、人間だもんね。そうだよ、うん、人間のちゃんと狼に育てられたとかそういうことではなく、そうそうそう、ちゃんとジャングルでもう、うん、え、じゃあライオンキングなんて気が気じゃないよね。あ、そうだね、すごい、自分のことのように、ね、自分のことのように。いや、もうターザン、ほぼ自分、ほぼターザンだと思ってるから、すごいね。そう考えるとみんな褒めてほしい、むしろ。確かに、ね、ジャングルで育ったにしてはそうでしょ、ちゃんと読めてるよ。ほら、ね、洞窟も読めてたしね。来たぜ、ジャングルに洞窟あるしね。そろそろどうすか、うん、そろそろいけんのかな。どうなんでしょうか。もう一回食べてみましょう。うん、これもうワンパスタ、ワンパス、ワンパスタ、ワンパスタ、怖いよ、あんま暴れないでね、ここで。お湯があるから。あ、美味しそう、どう、美味しそう、あ、美味しそう、うん、あ、でもいい感じですよ。あ、いい感じ、うん、まあ、いいで、あ、あいがない、パスタミスよ。いやね、俺麺大好きなんですよ。あ、パスタとかこう具を少なめにして、うん、麺多めにするの。嘘、マジ、なんかその麺がとにかく大好きだから。あ、麺の味をね、ご飯もマジ、そう、カレーとかもルー少なめ派みたいな。あ、そうなんだ。そう、じゃあちょっとこれを、じゃあそろそろいきますか。ソースとかもいけそうですかね。ソースもいけますよ。大丈夫だと思います、うん、はい。川西さんの湯切りが見られるというわけですね。楽しみだ。ちょっと待ってくださいね。お手並み、そんなペース作んなくて大丈夫です。で、上空を確認しないでください。ちょっと怖いよ。え、だってこう、こう、いや、やんない、やんない。じゃあ、大やけどになっちゃうから。機材すごいから、機材。高いのいっぱいあるから。みんな怪我しちゃうから。我々は人生を間違ったみたいですね。ちゃっちゃ。なんか漏れてる。お、かっこいい。おお、おお、おお、おあかん、これどん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 下がってる。はいはいはい、よいしょ、熱いから気をつけてくださいね、はい、よいしょっと。ホリエル、ホリエル、ホリエル、ちょっとこれでホリエル取って、取って、ホリエル取って、諦めましょうか。あ、いける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 、オッケーオッケー、成長したじゃないか、ホリエ、素晴らしい、ありがとうございます。このちょっとちょびっとしてるのそれを、それをスッしてくれ、スッスッ、よかった、ありがとうございます。完璧やろ、ありがとう。じゃあ次も行きましょうかね。これじゃあちょっとこれ入れちゃうね、粉の方。あ、入れちゃって。頼むぜ。OK。これ網目結構粗くない？ラーメン用だからね。
ちょっとパスタ用じゃないんで。しかも粉じゃないしね、これ。そうそうそう。あ、そう。ソースだし。ソース。はみ出た分は僕が何とかしますから。あとかかってるのも何とかしてほしいな。こんなところに。いけない。遅いんだよ。早くしろ。またいい声のクワガタって言われる。早くしろクワガタ。日清フーズ。なでない。ちょこれ無理無理。あ無理。これはちょっと開けましょう。オッケー。うん、はいできた。こう、いらっしゃい。ありがとうございます。お願いします。ヘホリオン。ヘホリオン。レモンとバターのソース。よいしょ。だぜこれ。よいしょ。おお、すげえよ。これはいい感じじゃん。いい感じじゃない？またお前こんなところに。なでなで。なでなで。麺をなでなでするな。淫乱な麺だな。お前ダメだ。お前またあれだよ。放送止まるぞ。そうだよ。お願いします。お願いします。わあすごい。これでかっちゃん楽させられるよ。噛んじゃねえ。噛んじゃった。ほい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 。あたたたた。急に北斗の剣が。あたた。ひでぶ。いいねいいね。よし。なんかでもクリスマス感ありますね、本当。なんかパスタ作ってると。確かに。ね、匂いが。うん。すげえ手掛けた。ちょっと下手くそ。なんか言ってることはエロいけど下手くそなんだよ。もういいよ、はい、もういいよ。めっちゃうまそう。うまそう。うまそうやんけ。じゃあこっちも入れちゃおうかな。あ、じゃあお願いね。いいね、パスタ美味しそう。やけどすんじゃねえぞ。お前になんかやけどしねえよ。絶対するやつだよ。はい、というわけでこれがね、うんうん、ボロネーゼか。ボロネーゼやな、うん、いやこのトング便利。待って待って、なんかこれ2つ、ね、いけたよ。ほら絶対確かにこれ3つありますよ。いや大丈夫です。2つよっ、あ、美味しそう。うわすごい、こっちもいい香りや。これちょっと1個バージョンでやってみれば、うん、ほんまっけ。うわうまそう、長ニャンのやつも。ちょっと待って、一口ちょうだい。あ、いいよ。じゃあちょっと自分の持って、はい、ソース追加していいですか。ダメです。ダメです。一回食べてさ、うん、追加もしてみたら、うん、ほんまけ、うん、まずはちゃんとして酢に戻るぞ。酢にもう一個入れてもちゃんとはしてると思いますけどね。あ、同じ味。そうそう、同じ味をね、うん、まあホリエルはね、薄いのよりはね、濃いめが好きだからね。そう、やっぱ関西なんで我々はね、うん、おいしょ。はい、というわけで、はい、なんかやっぱりパスタになるといつもよりちょっとこう料理してる感が、確かに確かに、少しは出た気がする。はい、ここにね、フォークがございますので、はいはい、ありがとうございます。はい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 、ありがとうございます。隣、はいはいはい、スプーンはいりますか。ありがとうございます。いります。お、じゃあスプーン。やばいわ、育ちがいいのでね。ちょっと僕もスプーンないとできない。育ちいい人はスプーン使わない季節あるけどね。そうなんだ。そうだよ。2本ぐらいよ、スプーン使うの、うん、それじゃあ、はい、皆さん準備ができました。皆さん手を合わせて、せーの、いただきます。よっしゃ、混ぜてこう。いやうまそう。多分俺としゅんのはもう混ぜないと、はい、しっかり。やっぱこれもう一個いけるな。だからまだ早いでしょ。食べてから。いただきます。お、すごい、わんぱく少年感があったね。うーん。頭のトングで食べてみよう。誰が食べるんでしょ。ふざけ、ついてない。これはトナカイの角なんだよ。頭のよう、そんな面白いことがポンポン浮かぶわ。すごいね、羨ましいわ。大丈夫、樹液バスタじゃなくて大丈夫。樹液バスタ。バカにしやがって。いただきまんもす。いただきまんもす。うまいるか。お。いただきます。うん、これね、ちゃんと混ぜなきゃいかんわ。うん、そうね、うん、いただきまーす。うまいぬ。お、なんだこの何のあれは。うわ、うん、最高。いや、これうまいぬですよ。うん、うん、うまいらん。
うまい。ちょっと今なんか聞こえたけど、これは堀江のせい。のせいちょっと川西さん、これ抑えてくれてるんだから、そこまでいけるっていうのやっちゃうとさ、こうやって出てきちゃうから、また NG になっちゃうからね、うん、いただきます。うまいんだ。さあ、何の動物、何が出てくるんですかね。うん、うまっ、インドゾウ。パオーン。立派な鼻だね。おいおい。やばいな、今日夜だからって、ちょっとインドゾウはダメだって。インドゾウはダメなんだって。そこまでは言ってないから、そこまでは。夜のインドゾウ、夜のインドゾウ。ダメだって、ほんと。いやでもすごい、全然足りたんじゃない、これ一袋で。そうでした、うん、足りました、うん、しっかりやっぱり混ぜるとちゃんとこう味が。ちょっとください。はい、あ、食べ比べしますか、みんな。しますか。あ、いいっすね。じゃあまずここで。これマジ麺好きには最高ですよ。結構取れちゃった。あ、ごめんなさい。どうぞ。青の洞窟って麺もあるんだね、知らなかった。あ、そうそうそう。どうぞ。いただきます。ボロネーゼ。ボロネーゼ。あ、すごいレモンの香りが。うん、うん、知ってる味、大好き。うん、よ、いや、うま。タバスコ欲しい。タバスコが欲しい。うん、待って、何これ。うん、バカうま。こんなのレモン風味最高じゃないですか。ね、さっぱりいける、これ。そうなんですよ。うまいよ。交換しますか。交換しましょうか。よいしょ。いや、でもやっぱりちょっとボロネーゼ、やっぱさ、オーソドックスだからこそ、ちょっとね、うん、ボロネーゼスコなんですよ。よいしょ。これなんだっけ、中にあるのは。これはエビとホタテのトマトクリーム。いや、おしゃれ。うん、あれ、あ、海鮮系ってことかな。うん、あ、あ、あれ、あのポケモンでいう、あの、フォークどこ行っちゃった。フォークはどこも行かないね。ボロネーゼを食べかな。うん、これなんだっけ。それはレモンかな。あ、レモンだ、うん。レモンとバターのソース。うわ、海の味がする。すごいさ、あのポケモンのさ、あのルリナのいる町のさ、あ、ボロネーゼうまい。レストランで出てきそうな味します。うん、シーフードレストランね。あそこね。シーフード感が美味しい。うん、いいね、美味しい。うまい。あ、レモンとバターだ。じゃあちょっと最後。あれ？これ。ちょっと待って、やっぱでもボロネーゼテンション上がるね。ボロネーゼはうまいよ。ボロネーゼテンション上がるね、これね。旬のはこれなんだっけ？黒胡椒とチーズ。チーズ。うわ、うまそう。うまい。全部うまい。うん。いや、青の洞窟美味しいな、本当に。いや、待って、天才。黒胡椒とチーズ、天才です、これ。なんか、間違いがないね。これ、俺一番好き。本当に。うん。あ、結構エビの味するね、これ。そうなんですよね、これ。すごい。すごい美味しいわ。うまっ。うん、これは売れるよ。これは。うん。あと、パスタの麺の茹で加減完璧すぎてビビってます。さすが。僕の一番好きな硬さ。いや、もうちょっとね、夕霧凝りたかったんだけどね。ちょっとね、やけどするものが出てきちゃうからね。さっきだって、もう向こうの方でウォーミングアップに手回してました。大丈夫、今日事故にならないかなって、ちょっと心配だったからね。うん、気をつけながらやるつもりではいたんだけどね。戻しますか。戻しますか。はい。はい。はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。あれ、ちょっと。ボロネーゼを返す気が。あいつ、ボロネーゼ取ったぞ。茹でようか。ボロネーゼもう一個茹でようか。はい、返してください。ボロネーゼを。え？はい。そうですか。はい。帰りに帰れ。もうカチョエペペも美味しいよ、すごい。いや、でもカチョエペペもうまいわ。めちゃくちゃ美味しい。俺カチョエペペ一番好きだった。うん、この僕さっきも言ったんですけど、このシンプル系のこう麺メインみたいな感じのやつが一番好きなんで、うんうん、多分そういうの好きな方、うん、方はすごい合ってると思う。うん、このレモンとバター、確かに。うんうん、シンプルだけど本当に美味しいね。うんうん、これ言ったら喋れなくなるな。はい、というわけで、はい、あ、僕の台本もちょっとさかさか持っていっちゃった。あ、ごめんごめんごめん、これだ。はいはい、はい、食べていきましたけれども、はい、まあ、一旦ですね、うん、締めさせていただきますので、はい、ごちそうさまを皆さん手を合わせて、うん、あら、はい、そうですか。、うん、ごちそうさまする気がない男が一人いますけど、ね、あ、待って待って、カイロス早く。カイ
ロスだ。カイロス？カイロス食べた？カイロスを知らないのかな、あの男は。ハサミギロチンで当時思いを振るった。それではいきます、皆さん手を合わせてください、はい、せーの、ごちそうさまでした。はい、というわけで、番組前半のエンディングでございます、うん、どうですか皆さん、ラーメンではありませんが、うん、まあ、食べたくなりましたか、食べたくなりましたか、食べたくなりました、うん、明日買いに行こう。ありがとうございます。うん、明日買ってくるね。売り切れ必至よ。青のドックス食べたい、お腹すいた、めちゃめちゃ食べたい。いや本当、ま、こっちのね袋の方をねおすすめですよ、うん、これ知らなかったんですよ、ね、袋の方結構さっぱりな感じだね、うん、でこっちの箱の方が濃厚な感じかな、うんうんうん、これさ、うん、一緒にチーズも買ってさ、俺ならボロネーゼの上に乗せる。うわ、 あとタバスコね、タバスコ、タバスコ絶対もうベルベルベルって入れるから、うん、これは美味しい。明日買う、うん、買ってこ、ちょいペペ買ってくる。クワガタ食べたくなったらおかしいんだよな。それはおかしい。いや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 、すごいね。はい、というわけで皆さんぜひ食べてください。そしてですね、はい、この番組を見て青の洞窟を作ったらぜひツイッターにアップしてください、うん、ハッシュタグ青の洞窟、そしてハッシュタグラーメン男子をよろしくお願いいたします。次回の放送でございますが、まずはおまけ放送ラーメン男子20杯目、もう一杯は来年1月15日水曜日配信となります、うん、はい、そして本放送ラーメン男子21杯目ですが、うん、1月23日木曜日配信となっております。覚えやすい、ワンツースリー。ラーメン男子の詳しい情報は各番組ツイッターでお知らせいたしますのでお楽しみに、うん、はい、番組ではメールを募集しています。メールアドレスはラーメンアットマーク青春 .jp、 ラーメンアットマーク青春 .jp です。放送画面の上にアドレスが表示されていますので、そちらで確認お願いいたします。はい、そしてこの後ラーメン男子の会員限定放送替え玉です。会費は1ヶ月税込550円です。よろしくお願いします、うん、お願いします。番組後半では体のあったかくなる企画をやります。体があったかくなるといえば、下ネタやめてくださいよ。やめろって、やめろって、やめろって、バカやめろって、やめろって。そんな冬にぴったりと思われる荒々しい僕たちをお見せしたいと思います、はい、うん、それでは会員限定放送替え玉でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、カイロス、カイロス、バイバイ、カイロス、バイバイ。